つまり角膜は GNP の 10% を防衛費に使ってるってことです。難しい。レシクするとね。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。坂本です。よろしくお願いします。先生にちょっとお願いというかあって、はいはい、その友達がですねレーシックちょっと考えてるんだけど、あ、眼科チャンネルやってるんだったら聞いてきてって言われちゃいまして、うんうんうん、いいですか聞いても。あ、いいですよ。あ、やった、うん、まあ一応ね答えられることは答えられますけど、うん、まあ、僕自身レーシックもやってないし別に毛嫌いしてるわけじゃないんでしょ。自分が手術をしようというそういう考えもまあないし自分が受けたいっていう気持ちもないんでね。だからまあそういう立場でお話しますね。はい。ちなみにそもそもレーシックって何なんですか。うん、まあ、レーシックっていうのはね角膜を削るんですよ。へ、ね、で近視を治す。レーシックにしろ ICL にしろどういう人が適っていうのかとかね、どういう人はあんま適さないのかとか誤解してるとね過度な期待をしちゃったりとかね逆に後悔しちゃうみたいな、うん、だからそこをちょっと説明しましょうね。はい、はい、お願いします、はい、じゃあ最後まで聞いてください。はい。入ってくる光がねこの網膜の黄斑部っていうところにピタッと焦点が合うっていう状態が、まあ、物がはっきり見えるっていう状態ですよね。でそのためにね目は2段階で焦点合わせをしてるんですよ、はい、でまず1段目はこの角膜って一番表面ですね、うん、2番目がこの水晶体っていうレンズなんですよ、うん、だから実はね水晶体でピント調節してる部分って全体の3割ぐらいなんですね。へー。で残り7割ぐらいはどこでやってるかってこの角膜なんですよ。え、そんなに負けてるんですか。そうそう、角膜でまず7割ぐらいえいって曲げて、はい、であと微調節ここでやってるって感じですね。へ、うん、でね水晶体が、まあ、一番楽な状態つまり薄くなってる状態の時にここにピントが合うっていうのが理想的なんですね、うん、で水晶体をいろいろねなんかいじるっていうのは白内障の手術の時ぐらいしかないでしょ。しかも3割しかやってないんであれば一番効率がいいのはね外からアプローチできるそして7割のピント調節をしてる角膜を加工してねピントが合うようにするっていうのが一番理想的なわけですよ。凸レンズをですねこう薄くしてね真ん中を少し O レンズ的にしてやるとその分凸レンズの度数が減るわけです。そうするとね近視っていうのは基本的にここからここまでのね長さですねこの長さが長くなっちゃってる眼球が後ろへ伸びてるような状態が近視なんですね。へー。で一回伸びちゃったものもっと戻せませんからね本当の近視の場合近視とか視力回復のトレーニングとか、まあ、ほとんど役に立たないですね。へー。だそういうものを信じてねあんま変なことやらない方がいいと思うんですね。でとにかくね後ろ行っちゃったらね焦点はスクリーンより前へ結ぶわけですよね。スクリーンが遠くにあるってことですね。そうそうそう、だから遠くに焦点が合うようにするにはこのレンズの度数を弱めればいいってことなんですよ、うん、だからそこでねここを削るわけです。普通のね考え方としては角膜ってね 0.5 ミリぐらいしかないんですけど 0.5? うん、5層に分かれてるんですね。5層？構造この 0.5 ミリで5層もあるんですか、うん、そうそうそう、すごっ。外側っていうのが上皮細胞って言ってね、まあ、皮膚には角質がありますけど角質がまあないね細胞自体がもう露出してるような状態で上皮細胞っていうのが何層かこう重なってるんです。で全体としてはね 0.5 ミリのうち1割ぐらいがその上皮細胞の層であとの9割ぐらいが透明な部分ですね。あと薄い構造がその前後にあるって感じなんですよ。でねその上皮っていうのがすごく大事なんですね。外の世界と内の世界を区切る国境みたいなものなんですよ。でそこで上皮細胞がいろんなあの手この手でね外から入ってくる異物だとか細菌だとかいろんなものウイルスも含めて戦ってねいつも何かあるとすぐ戦って排除してくれてるわけです。はあ、うん、つまり角膜は GNP の 10% を防衛費に使ってるってことです。難しい。ね、日本の場合ほんのわずかでしょ。でねその上皮を一緒に削っちゃうとそれまずいからどうするかっていうとね、はい、正面からこの角膜を見るとですね、まあ、丸いでしょ大体ね、はい、本当はラグビーボールみたいなんですけど切れ目をこう入れてですねペロって一回剥がすんですよ。へ、その角膜は何層にもなってるけど細胞同士はくっついてるからペロって一枚剥くことができるんですよ、はい、それで細胞がほとんどいないね実質っていう透明な部分をレーザーで削るんですね、はい、削ってちょっと真ん中を薄くして凸レンズの度数を減らしてそれが終わったらねその一回めくったやつを元へ戻してピタッとこうくっつけたわけです。へー。そしてまたくっついちゃうんですよ。すごい、うん、
で、まあ、それが基本のレーシックですね、はい、結果として薄くなりますから角膜が他の人より薄い人とかちょっとやりにくいわけですよね、うん、それから近視があまり強くて後ろに長くなりすぎちゃってうんと削らなきゃならないっていう人はね削りきれなくてレーシックができないですねっていう話になっちゃったりする場合もあるわけです、うんうん、だって角膜を切るでしょ。そうするとね角膜に入っているその痛みを感じたりする神経が一回切られちゃうわけでしょ。視覚神経っていうね何か傷がついたら痛みをちゃんと感じてくれると目を守る行動が取れるわけですけど、そういう痛みに鈍感になっちゃうからね。そうすると何が起こるかっていうとドライアイが起こりやすいんですよ。ドライアイですか、うん、痛みに対して防衛反応として涙がギュッて出るようになってるわけですよ、はい、それがね機能不全になっちゃうわけです。痛みを感じにくくなると涙に指令が出ないってことですね。そうですね。普段何でもない時にちょろちょろ出てる涙がね少し減っちゃうんですよ。レーシックするとねドライアイなんで必発なんですね。必ずなっちゃう。必ずなっちゃう、うん、だからもともとドライアイがひどい人はちょっとレーシック向かないなってことになっちゃうんですねそれからね一回削るんですけどちょっと戻りがあるんですよ、まあ、大雑把に言うと10年ぐらい経ってくると近視が少し戻っちゃうっていうことね。遠くがよく見えるようにオーバー気味に削っておくとその先何年も快適に見えることは見えるんですね、うん、問題はね後から話すようにね老眼になった時に困っちゃうってことなんですね。それがかえって災いするって場合もあるんです。で今言ったようなねここを削るのがレーシックなんですけども、はい、ICL って最近ね言われてるものは何かっていうとねインプランタブルコンタクトレンズの略ですよっていうことが多分一番正しいだろうと思うんですけどね。まあイメージ的にねコンタクトレンズしてたようなそういうレンズを内側に入れちゃうっていうのがまあ ICL の考えですね。でねこのレンズはねふにゃふにゃしてる材質でできてですね狭い傷口からスーッて入れることができるんですよ、うん、で中でスーッと広がるんですね。取ろうと思った時も取れるんですよ。白内障ここの水晶体を濁った時にこの中身を全部超音波で砕いてね吸い出して人工のレンズを入れるっていうそれが白内障の手術の仕方ですけど基本的にはピシッとくっついちゃうんですよ、うんうん、それがまあ白内障の眼内レンズ IOL ってやつなんですけどね。 ICL の場合はねそういった操作をしないから水晶体がある状態でピント調節を補正するために目の中へ入れるレンズが ICL っていうことですね。タポコタカポンの友達は同年代ですか大体。そうですね、うんはい、老眼が全くないね20代とかねそういう人はレーシックにしろ ICL にしろこの辺はよく見えるけど遠くは見えないっていう人はこれやるとねもう本当世界が変わりましたってね本当便利だと感じるとは思いますね、うん、ただね必ずいつか老眼になるんですよ。若い人想像つかないと思うんですよ。でもまあこれね見てるかすみちゃんの年代はですね分かると思うんですけどね。かすみ目のかすみちゃんですね。かすみ目のかすみちゃんね、はい、そういう人は分かると思うんですけど近くが見えないとどうするかっていうとね裸眼で遠くが見えてる人は老眼鏡をかけないと見えない。近くを見るためのメガネが必要になる。必要なんですね、はい、若い時メガネいらなくてもだんだんそうなってくるですよね、うん、近視で普段からメガネをかけてる人は遠くが見える度数だけでは近くが見えないからこのメガネの下の方にですね近く用の度数っていうのを入れた遠近両用のメガネっていうのが必要になってくるんですよね、うん、結局遠くがよく見える人が老眼になると必ず近くはぼやけちゃうんですね、うん、でそうなった時にねこのレーシックとか ICL がどうかっていうことなんですね。本当に便利なのっていうことなんですよ。ちょっと困るのはね近くが見えるって実はすごく便利なことなんですね。へこれなってみないと分かんないんですよね。裸眼の場合はここがよく見えるんですよ。もう一番スマホとか本読みやすい位置。そう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 。でも遠くを見るときは霞んじゃって見えないからこのメガネでここのレンズを使わないと見えないってことじゃないですか、はい、女性の場合ですねかすみちゃんの場合ね、はい、かすむくんじゃなくてかすみちゃんの方、ね、かすみちゃんの方はですね、はい、アイメイクするでしょ。アイメイクするときに老眼鏡をかけないとメイクの状態が見えない。まあ、例えばね30代後半になってからレーシックをやったり ICL をやったりすると遠くも近くも見えて別世界っていう期間が大して長くなくなっちゃうんですよ。そうするとね意外と不便が早く来ちゃうってことなんですね。せっかく遠くに合わせたのに、うん、そのせいで今度近くが見えなくなっちゃう、うん、そう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 。だからね理由がねメガネが嫌だからっていうだけだったらちょっと考えた方がいいと思うんですね。はい、ありがとうございます。
どうですか、そのお友達は納得しそうですか。いや、これ見たらだいぶわかるんじゃないですかね、うん、遠近両用のコンタクトレンズでも足りないぐらいまで老眼が進んじゃうっていうのは結構年月かかりますからね、まあ、その間コンタクトレンズで十分対応できると思います。ただ乱視が入ってるやつっていうのはもうほとんどないので、乱視が強くて老眼っていう人にはね、ちょっとその選択肢がメガネ以外なくなっちゃうんですけどね、まあ、そういう不便さはあるにせよ、まあ、年代によってですね、こういう手術をするときにはいいことばっかりしか言わないようなところで手術するとね、そんなはずじゃなかったってことになりかねないので、よく説明を聞いてどっちが自分にとって重要なのかなって判断して、それから決めてほしいなと思いますね。はい、ありがとうございます、はい、どうですか、今日の動画役に立ったでしょうか、はい、役に立ったと思ったらいいねマークとチャンネル登録をお願いしますね。お願いします、はい、それからベルマークを押してくれると動画が上がるとお知らせがいきます。はい、チャンネル登録をするとベルマークが出てきます。はい、それじゃあまたね。